地方 NHK 受信料廃止の方向へ。安倍政権、NHK の公共放送取り消しを検討。高市早苗総務省、NHK に釘、ネット徴収という以前に、NHK が公共放送として適当か検討すべき。NHK に高市早苗総務省が釘、ネットは補完業務。高市早苗総務省は28日の閣議後の記者会見で、テレビ番組のインターネット常時同時配信を計画する NHK の上田良一会長に宛て、放送の補完的な位置づけとすることなどを要望した文書を送ったと明らかにした。ネット配信を本来業務として扱おうとする動きを牽制した形だ。高市氏は、上田会長の諮問機関が出した受信料に関する答申案について、視聴者に利益を還元するという観点がないなどと批判。総務省は NHK への不信感を強めており、NHK が目指す平成31年からのネット常時同時配信は不透明さを増している。要望は、1、ネット配信を補完的な位置づけとし、具体的なニーズを明確化。2、既存の業務全体について公共放送として適当化検討。3、子会社の在り方についての抜本的な改革の3点。高市氏は3要件を満たすことで、議論の環境が整うと述べた。NHK 幹部は今月の総務省での会合で、ネット配信は、将来的には本来業務と発言。民放各社がもう反発したため、上田会長は産経新聞などとのインタビューであくまで幹は放送だと述べるなど火消しに動いていた。一方、上田会長の諮問機関はネット視聴者からの受信料徴収が適当としたが、3要件を満たせなければ、常時同時配信実現への道筋がさらに険しくなるのは必至。高市氏は、ネット常時同時配信を可能にする放送法改正について、現段階では議論が煮詰まっていないと強調した。引用。http://www.3k.com/politics/news/17072820/plt17080-50-n1.html ネット上の声。高市氏やるやん。案外ネット情報を見てるのかもな。よし、NHK 解体だ。次は高市氏がマスコミから狙われるか。民放は NHK の味方はしたくない。高市早苗氏と片山さつき氏は支持する。当たり前だよな。もう公共放送の枠をはみ出しすぎ。地上波1中国、 BS1 中国、ラジオ AM1 中国、FM1 中国で、ニュースだけ配信してればいい。残りは解体して民営化で十分。引用。http://www.kiclub.com/jp/board/equ_board_q/view/id/24443/0